はい、どうもこんにちは、横川です。今回はカニバルくん使っていこうかなと思います。ということで、まさかのオーモンド指定でした。さあやっていきましょう。で、まあカニバルくんアップデート後の一発目の動画になるんですが、どうですか皆さん。まあ僕ツイッターにね、こんな感じでまとめ書いてみたんですが、まあね、いいとこもあれば、まあ悪いとこもあるという感じですね。よし。破滅壊されるの早いな。大丈夫かな。よし。で、今回はね、まあいろいろ考えた結果、この構成にしました。まやかし破滅。まあ破滅はなくなっちゃったんですけど。まやかし破滅、簡略、不協和音ですね。あ、クロレットおるかな。あ、おったおった。また動画にはね、しようかなとも思ってんねんけど、これは追いかけようかな。いや、背でいいかな。やってまった。よし、この板食えたんでかいな。OK。とりあえず真ん中行くまで待つかな。真ん中行くまで待とうか。ちょっと初手で開幕も10秒ぐらいで破滅壊されちゃったんでね。ちょっとこれぐらいは許してもらおうかな思います。よし、これは、窓枠は、あ、死んだね。1,2,3 でつながんとあかんねんけど、全然つなげてへんな。でね、カニバルくんね、まあそのまあこれはクロレット追わないです。ちょっと追うメリットがないので、ここはスルーしましょうか。いましたね。あれ、あ、そうか、勘違いしてました。寝て起きたら忘れとった。あれやね、右クリックで繋がなあかねえな。俺一生懸命左クリック連打してました。そらあかんわ。すいません、ちょっと間違えました。レッドハート使われたら無理やな。よし。いやー、これドワイト倒すチャンス逃したな。最悪や。相変わらず血の跡が見にくいな、オーモンドは。これは殴らせてもらえるかな。ほい。で、バンバラー、バンバラーは、多分、小屋の方を回してますね。クローデットのことです。よし。カニバルくんの構成、いろいろ模索したんですけど、どうなんですかね。ほんまにどうなんやろ。めっちゃ迷いますね。これどうしよう。ぶっちゃけ、この子キャンプでもいいんやけどな。破滅がちょっとこんなに早く抜かれるとは思わなかったんで、ちょっと動揺します。そうそう。で、ツイッターにもまとめたんですけど、カニバルくんのいいところと悪いところちょっとまあ言おうかな。まあそこ回してるんで放置しましょうか。ここ釣り交換でいいかなって思います。向こう回してくれてると思うんやけど、発電機これ多分固まったんでね、この、ん？固まってるよな？うん。よしよし。あれ、あと一つは？あ、そこにあるよな。よし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 。今日ワン反応。1,2,3,4,1,2,3。あ！俺また間違えた。押すとこ。何してんねやろ、ほんま。おじさんやな、これ。おじさんどころ。なんか毎回間違えて、押してしまう。何をやってんだ。ちょっと練習するわ、俺、ここで。右クリックよね。そうやな。
そうやったね、右クリックです。俺なんかすぐ間違えるわ。感触が長い。カニバルの悪いところ、感触が長いっす。うん。まあ、これでここまでも、感触が短いとかってもぶっ壊れやと思うんですけど、感触ちょっと長いね。うん。まとめさせてもろたんやけど、まあ、いいところは、まあ、何もないところやったら無双かな。うん。何もないところやったら無双。で、地下釣りとかこういうキャンプか、まあ、地下釣りはまあ、もうほぼほぼ救助できひんってレベルで強いですね。うん。ただやっぱりデメリットとしては、やっぱりその、なんつうの。おるね。やっぱデメリットとしては、窓枠、板先倒しとかされると結構きついかな。で、まあ最近のこのデッドバイの雰囲気っていうか、まあその流れ的にはどうしてもね、この板倒しチェイスとかが結構きついんかな。まあ発電機が結構早く回っちゃうし、今回みたいに破滅が早々に抜かれたりするとなかなかにきついんでね。まあその辺は多少の運も絡むんかなって思うんですけど、まあ先ほどもお伝えしたように何もないところやとめっちゃ強い。うん。そしてまあうまくコンボつなげれば、まあ長い時間チェーンソー振れるんで、まあそこはあれかな、何もないところで強いにつながるんかな。ただ板グルとかもね、うまいこと先倒しされると結構厳しいので、まあ一概にどうのこうのは言われへんかな。思ってた以上に結構難しいかなっていうイメージですね。濃い窓枠はかなりきついんでね、もうほんまにサファケーションの真ん中とかはほんましんどいと思います。で、バンバラバンバラくんは無視ということで。お、いましたいました。無償中なんで、これこの辺の板取ったんでね、ちょっとダウン取らせてもらいましょうか。窓枠飛ぶねこれ、もう十中八九。ういっ。あとはバンバラバンバラ見つけましょうか。ちょっと集中しましょうか。ちょっとバンバンうるさかったんでね、ここは目に行きましょう。よし、あー惜しい、ギリギリ足りんな、ギリギリ足りんかったな。ちょっといいとこ見つけられてし、お、救助はさせたくないな。よし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 。救助だけさせへんように頑張りたいね。よし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 。一発殴れへんかな。無理か。この人に触られたくはないんで、これいけるかな。よし、オッケー、チリチリコンビだ。オッケー。というわけで、カニバルくんを使ってみたという動画なんですが、見つけれませんね。あれどこ行ったやろ。あれ、クロールとこの辺這いずってましたよね。もう一人もこの辺か。ちょっと見ながらやらんとわからんくなるな。まあこの辺ちょっと具だったらカットするかもしれないです。
よし、いました。てなわけで、もう一度出しておこうかなと思うんですが、カニバル君の僕の評価はこんな感じですね。うん、何もないところやったら無双。で、まあ、近づりは強い。そして、きついのがやっぱ窓枠。で、さっき板倒し。とかかな。あとやっぱり感触の時間が結構長いので、そこもね、注意しないといけないかなっていうふうに思います。はい。一回感触しとこうか。こんな感じで当たっちゃうと、めちゃくちゃこれ、これ長いんでね、そこがちょっと難しいかな。っていうとこですね。はい。そんな感じで、アップデ後のカニバルくん使ってみました。あとはね、ちょっとね、まあいろいろ試したい構成もたくさんあるので、またそれもね、動画にしていこうかなと思います。それでは生存者のパークだけ見てもらって、締めようかなと思います。はい、ということで対戦者の方、対戦ありがとうございました。ちょっとね、まあ試合後に言い訳にはなるんですが、あまりにも破滅が壊されんが早かったんで、ちょっとね、キャンプ気味にショットやらさせてもらいました。で、今回、使用したパークは、簡略破滅、不協和音、まやかしですね。はい。イージーイージーいただきました。ジージーウェルプレート返しておきましょう。はい。で、生存者のパークはこんな感じですね。はい、ということで、今回はアプデゴのカニバルくん使ってみました。この簡略破滅、不協和音、まやかしね、ちょっとありなんじゃないかなというふうに思ってます。またね、改めて動画を撮ろうと思うので、よろしくお願いします。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。お疲れ様でした。バイバイ。